はい、帰ってきましたね。じゃあ行きまーす。ボス戦とかならんと思うんで、大丈夫でしょう。どこやったっけ？ここ？この辺ですよね。ここや。来た。うねのところ。うねのここら。はいはいはい。スカイプが来た。しょ。そのリュートはもしかして、ノアのリュート？もしそうならうねを起こせるかも。ちょっと待ってください。スカイプの音を伝えと。あっから。スカイプの音を消しますね。はい、ごめんなさい。ノアのリュート。起こしていいもんなのかな？夢の世界にも届くというその音色が部屋に響き渡る。世話しないな。そんな動いとるな。目覚めよ。むにゃむにゃ。ふわー。すごいすごい。うねが起きた。きたー。うねばあちゃん。あー、よく寝た。さあ、おむよ。私の肩にお乗り。あいあいさあ。さあ、寝起きの体操だよ。おお。元気やな、おい。夢の世界より、うね、健山。わっわっわっわ。笑い方。ちょっと、おばあちゃんが寝てたぬくもりを、ちょっと感じて。よし。私がうねだよ。今までずっと夢の世界にいたんだ。この世界久しぶりだよ。ああ、こっちもなかなかいいもんだね。もっとあんたたちのことは夢の中で動画に聞いてる。まさかザンデがそんなことをするなんて。とにかく、まず巨大船を手に入れなきゃ。どこにも行けない。巨大船は山を越えることができるんだ。北にある古代遺跡にあるはずだよ。それじゃ出かけるとするかい。さあ行くよ。え？何？まさかばあさんと一緒嫌だとでも言うんじゃないだろうね。いえ、そういうわけじゃ。ならいいけどね。そうか、熟女か。続きは熟女との旅か。おっと、いけない。忘れないうちにこれを渡しておこう。炎の牙を受け取った。おお。これはみんなザンデが呼び出した4つの像を唯一倒せるものなんだ。なくしちゃダメだよ。牙はもう一本ある。土の牙だ。それを手に入れるためにも巨大船が必要。さあ、行くよ。よし。喋ってみよう。巨大船は山を越えることができる。巨大船の名前はインビンシブル。古代人たちが作った船。いや、あそこ雑魚強かったからちょっと怖いわ。正直ちょっと怖いっすね。雑魚が割と強かったんすよね。ここでしょ、多分。よし、セーブする。ここでセーブする。ゴー！でも石があるはずやけど、船が溶けてくれるのかな？来た。夢の世界の岩をぶつけてやれば、アダマンタイトといえども次元の狭間に消えてしまう。すごい技やな、おい。お、お、すげえ。どう見ても自分の手で横にどけてるとしか思えへん。すごい。年寄りには答えるね。さあ、先を急ぐんだ。この奥には巨大船、インビンシブルがあるはず。よっしゃ、行こうぜ。できおるしなー。できおるしなー。しかも割となんか強そうな敵おるしなー、これ。怖いなー。怖いな、怖いなー。強いけど、まあこう単体で強い敵って、まあやりやすいっすよね。やっぱ全員で来られた方がちょっと腹が立つとか。よし。ポンと強いっていうのはそんなに脅威じゃない。取りたい、もう取りたい、取りたい心がすごいから、もう
回、8回。あんまり聞かへんな。直接打撃の方聞きますね。いけ、フルコンタクト空手。フルコンタクトの神髄を見せろ。よっしゃー。リフレクトメイル装備できないんですよね。あったー、これは結構痛い。どうしようかな。全力で行くしかないか。倒しきれ。強い。エアロガってこんな強い魔法やったんやな。よし、ボスおるかな。ボスおらん感じですけどね。飛空艇探しに行くだけなんやから。うわー、どっちやね。宝箱か。あれ、何か途方もないものがあるような気がする。遺跡で発見された絵にはどれも巨大な船のようなものが描かれている。商人の連中は古代遺跡から剣や鎧をこっそり持ち出しては売りに出している。おお、あ、こんなところに店が。マジか、これはありがたい。ちょっと待って、マジですか、何打っとんの。うわうわ、いっぱい打っとる。てかディフェンダー打ったるし、古代の剣とか。うわ、めっちゃ気になる。ていうか気になるな、この辺気になる。高額やもん。バイキングや。バイキングにならなあかんねや。バイキングの防具が売ってたらもうバイキングなりたいっす。なろかな、装備できるんちゃうかな。ちょっとジョブ装備解除して、ちょっとバイキング行きますわ。バイキング、これ行こう。これで装備できればいいんやけどな。あ、よしよしよし、いけるわ。よし、これでこっちや、こっちやったな。バイキングで高額の武器を買って、どっちがいいんかな。両方買おうか。で、もう二度と竜騎士には戻らないという覚悟を見せるために売ろう。オリハルコンもいらんよね。ダイヤシールドもいらん。ドラゴンヘルムいらん。ルーンの腕輪もいらん。で、トリトンハンマーとダブルトマホーク。いいじゃない。正直空手かも。バイキングにしてもいいぐらいですね。正直。すごい向かい合ってるな。嫌やな、ちょっとこれ。この関係性嫌やな。おばあちゃんですけど、なんかドット絵の感じは可愛いですよね。結構。ギリギリいけるおばあちゃん。見したら、バイキングの力見したら、いけ。おーおーおお、そない強くねー。まあでもいいか、平均すると多分強いと思うから。それよりドルのね、ドルのちょっとその守備力が弱いな。やっぱり空手家はやっぱ装備が軽いんですよね。
だどうしてもダメージ食らってまいよな。結構ひどめの。強いんですけどね。いまいち。バイキング超いまいち。まあ強い。倒せない。しか。あいなルーンのベルということは風水しか。あー2匹できよった。これこうでいいかな。アンデッドやからダメージ与えれると思った。よし。おお、効くねけ。妖精の爪きた。きた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 。次は猫の爪を。でも攻撃力がそない高くないな。そう考えるとバイキングの攻撃力がもうズバ抜けてますね。160とかなってたの。本気で入ったら多分めちゃめちゃダメージ入るんでしょうね。うわ、うわやばい。ワンターンで一匹も倒せへんのに増殖されたらたまらんわ。どうしよう、一気に燃やすか。強い。あれ HP 全開で来とるとすると結構辛いっすよね。うわ強いな。これちゃんと経験値もらえるんやろな。うわ強い。魔法が全然効かない。おーえマジか。これ無理っすよ。ちょっと待って、これ無理やぞ。どうしたらいいんや。単品で無理やって。これこそ召喚魔法じゃないと厳しいんじゃないの。全力で行くしかないな。めっちゃ強い。どうする、どうする。
道にやるしかないか。強いな。よし、拘束される前に倒す。いい気しない。くそ、拘束すんなよ。よし、もうここボスと思って全力でいきます。ダメージ与えた方が多分いいと思うから。あれ、怖いな。増殖したやつも体力はコピーされてんのかな。あ、そうっぽいな。あ、これが分かれば。じゃあやっぱり全体攻撃主体でいった方がいいんや。全体的に弱っていくから、回復しに帰りますからね、一回僕は。それぐらい全力でいきます。くら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 。させるか。よし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 、来た来た来た、減ってきた減ってきた。もういけるんじゃないか。きついわ。倒しても倒しても、くっそ。徐々に石化決まった。あかん、きつい。全体魔法、全体魔法、全体入れないと。ちょっと待って、バイオ行ってみようか。バイオ、おお、聞いた。あと一匹倒せ。ガチャー、めっちゃつらい。マジかよこれ。ほんまかよ。どんだけ体力残ってんのこれ。あとあいつだけや。いやー、きつかった。何分戦ってますこれ。5分ぐらい戦ってるじゃない。いやー、きついわ。もう終わったでしょ。よし、どれぐらいの経験値もらえるのかな。レベル上がらない割に合わんぞこれ。15000ギル17キャパシティ、すげえ。めっちゃもらえた。ちょっと回復しに帰ります。失敗した。楽しいな。ああいう強い雑魚は楽しいな。なんかでもあの増殖、なんかすごい嫌な予感がするんですよね。すごい、あの、あれで苦しんだ記憶がガガッと蘇ってきたな。僕のイメージではですよ。これは思い出を、思い出というか記憶をたどるとですよ。多分ね、次の、
このダンジョンが終わった次のダンジョンが、この増殖野郎がもう鬼のように押し寄せる最低なダンジョンやったような記憶がございますね。糖度かけたろうか、糖度ミニマムかからんかな、ミニマム全体にはならへん。もともと体力すげえ多いからな、これ増殖されるとマジで勘弁。よっしゃ、ちっちゃくなりよった、俺はいける。あら、即ちっちゃくしてしまえば倒したことになるのかな。トード行ってみる、トード。カエルにしてやるぜ。くおー、またこれ5分かかんのか、これ。ちょっとずつ削れ、ちょっとずつ。はい、即埋めてきやがる。トード、仕返り投げた。地味な攻防が続いておりますが、トード増殖。効かず。きついかな。無駄かな、こんなことやってて。いやー、倒したい倒したい。めっちゃ悔しいもん、こんなんもう嫌や。逃げたくない。クソ、バイオさえ使えたら。よし、決まった。早い。おかしいわー、この行動をターンの後でやられんのは反則やと思うんすよね。先に決め、こっちは先に決めさされてるからな。ずるいわ。あー、もう無理か。いけるか。無理っすね。負けを認めよう。逃げられへん。うわー、やめて。うわ、やっばー、もうほんま大丈夫かな。逃げろ、頼む、逃げて、お願いお願い。逃げろ。嘘やろ。嘘やろ。リスクが高すぎる。逃げるにはリスクが高すぎる。ふざけんな。もうわかった。もうわかった。これもうボス戦や。こうなったら戦争や。ほんま、くっそが。こうなったら戦争や。やったら。くっそ。根っこのくせに、根っこのくせに。なあ。よみがえれ。こうなったら戦争や。エリクサー行くで。
エリクサー行くで。で、ハイポーション。ケアルダは残すとこ。レイズを使うんだから、やめてよ。押し助かった。あ、やめろ。エリクサーがー。使ったことになるんかな、エリクサー。うわ、使ったことになるし。くそ、もう悔しい。逃げてくれ、お願いやから、もう逃げてくれ。うーわ、あー、逃げて。マジか。申し訳ない。非常に申し訳ない。すいません。30分ほどが、26分ほどが無駄になった。もう。くそ。ああ。ああ。頑張ろう。気合入れ直して頑張ります。すいません。本当に事故動画になってしまった。悔しすぎるわ。くそ。ああ、もうほんま悔しいわ。もうほんま悔しいわ。くそ。どうやって倒すんやろ、あいつ。逃げるしかないのかな。ちょっとショックでね、ショックで言葉が出ないっす。やっぱあのエリクサーが空振ったのが一番ちょっと気持ち的にはダメージでしたね。諦めずもっとエリクサー使っていくべきやったが、今となってはね。あー悔しい。さあ再び戻ってまいりました。ということで装備解除して、同じことをやりたいと思います。気持ちはだいぶ落ち込んでますが、さあちょっと奮い立たせて頑張ろう。悔しい、ほんま悔しいわ。あ、違う。ルルンの腕輪とどっちが強いの？一応やっぱダイヤか。よし。ルルンはウル。
トリトンハンマーとダブルトマホークやったらどっちの方が強いんですかね。別に一緒なんかな。一個ずつで別にいいのかな。その辺があんまり同じ値段で置かれるのって辛いですよね。はい、治った、戻った。さあ宿屋に泊まって、あーもうこれだけで30分経った。すいません、ほんとごめんなさい。見ていただいてる方、無茶したな。はい、ということで動画移動します。